今回はですね、YouTuber を目指す方のために、実際に私がね、見ている YouTube チャンネルの中から、再生回数を増やすヒントをお届けしようかと思います。まず今ご覧になっている画面なんですけども、特徴はですね、こちらにあります。一つ目が、再生数が251回ってことですよね。再生回数、ここに出てますね。で、この再生回数を維持するためにチャンネル登録者数の人数なんですけども、これね、後ほど出しますけど37人、40人いってないんですよね。でもそのチャンネル登録者数の、例えば40人のですね、5、6倍の再生数が出ているってことなんですよ。ということはこれはチャンネル登録をしてない人もかなり来ているということになります。チャンネル登録をしている人はいつもね、見る可能性が高いんで、40人がチャンネル登録してたら、だいたい40人以下は見てくれるってことになりますけども、それ以上に 5、6倍見るってことは、これはね、何らかの流入が起きてるってことなんですよ。これがアクセスアップとか、それからチャンネル登録者数アップにかなり効くんですよね。で、原因としては何が起きるかっていうと、このね、イオンっていうね、イオンっていう名前がありますよね。これがだからビッグキーワードなんですよ。それから駐車場っていうのも一つのビッグキーワードかなと思いますし、キューズモールとかっていうのもね、これ、これシャープで入ってますよね。非常に上手にやってると思います。で、おそらくなんですけども、ファンの方が8名グッドを押してくれてますね。これだからチャンネル登録された方が押していると考えられるのと、あとは押した後に新規の方がチャンネル登録したと考えられます。はい、では画面を切り替えてもう一個の方見てみましょうか。はい、これがもう一個の方なんですけども、さっきの画面のね、後半です。ほら、チャンネル登録者数が37人いますよね。あら、すいません、37人のチャンネル登録者数の方がいらっしゃって、おおよそこのうちの8名の方がグッドを押してくださってるんですよね。で、素晴らしいのがバットがないってことなんですよ。通常8名のグッドがあったら同じぐらいのバットがつく、もしくは半分ぐらいのバットがつくんですけども、まあ、一方的に、ね、イエスしかついてないってことは、これはね、相当この動画を作ってる方と仲良しっていうか好きな方なんでしょうね。で、こちらに6月18日って書いてますんで、1月2月ですよね。2月経たないぐらいのこの動画がこういうふうな数字を出しているということです。で、イオン駐車場入庫、この辺ね、キーワードとして捉えてるんじゃないかなと思いますよね。じゃあ実際の動画の方を見に行ってみましょう。実際の動画はどれかと言いますと、こういう風な感じですよね。ちょっと再生ボタンを押してみましょうか。どうなのか。大きいですね、イオン。で、交通量も分かりますよね。運転上手ですね。スムーズというかね、すごいなんか運転席か助手席に座ってるような感じがします。はい、で、この動画のまとめなんですけども、この動画を撮るためにわざわざ出かけて行ったりとか、ロケをしたりとか、取材をしたりっていう手間がないんですよね。多分お買い物に行くか何かのついでにカメラだけ回してたっていうのを後でアップロードしたんじゃないかなと思います。で、YouTube をね、やっていこうと思ったら、こういうふうに何かのついでに動画が量産されるっていうところから始めていくといいのかなと思いますし、こういうふうにね、お買い物に行ってショッピングセンターの駐車場に止めるみたいなのはすごくね、変化があっていいんじゃないかなと思いますよね。はい、今回は以上です。